飲んじゃう。ちょっと物足りんかな。うん。ここ下味をつけます。両面やんな。向き合ってる？向き合ってる？料理します。いただきます。よーし。わあ、美味しそう。ふわふわです。うん。うまい。久しぶりやな。うん、美味しい。まあ、ムニエルを食べに行くのはね、ダメよ。150円もこいつ。そうやな。うん。なんで安いんやろ今。いや。あー美味しい。なんかさ、アサリっぽくない風味が。魚介やろ。うん。魚介って言って。うん。うまい。うん、美味しい。ちょうどいいよ味付け。あ、ほんま？うん。あー、バゲットが欲しいやつや。皮がいいな。うん。美味しい。ビミ。タラうまいわ。ほんまに久しぶりやな。うん。美味しい。皮食べれるやつがいいな、ムニエルにするなら、うん、サゴシじゃないや、なんだっけあれ、ソーラな、うん、ソーラとか、
美味しいと思う。分からん、俺どの魚でも皮食ってまうし。これ美味しい。な、まだあんで。今んとこうまかった。めちゃくちゃ、なんでやろ。揺れてる。うまい。美味しいな、うん。お店で頼んだら高いもんな。そうやで。150円。このサイズ感でペロリや。パン欲しい、パン。やめてやめて。なんかステーキみたい、ここ。わかる？うまいな。うん。うわ、美味しいで、ここ。食べてみる？食べ。俺も尻尾の方食べたもん。美味しい。一緒に。美味しかった。ごちそうさまでした。